中曽根裁定は、1987年10月20日に、自由民主党総裁の中曽根康弘が、竹下昇幹事長、安倍晋太郎総務会長、宮沢貴一、大倉大臣の3人のうちから、竹下幹事長を次期総裁に指名したことを指す。中曽根総裁の2期目の任期は、本来1986年9月に満了することになっており、 当時の総裁は参戦が禁止されていたことから、いわゆるポスト中曽根として、次期総裁に誰がつくかが正解の焦点となっていた。ところが、直前の7月の衆参同日選挙で自民党が圧勝したため、その功績に報いて中曽根の参戦を認め、さらに2年間総裁を務めさせるべきとする声が党内から上がった。しかし、 ニューリーダーへの世代交代を望む金丸信田の働きかけにより、中曽根総裁の任期を特例として1年のみ延長することで妥協がまとまり、両院議員総会の全会一致で延長を決定した。当初は福田派のプリンスとして名を鳴らし、1986年には派閥領収となっていた安倍が、ポスト、中曽根選びにおいて、竹下より有利とされていた。初当選が、 同じ安倍と竹下の間には安武同盟とも呼ばれる親友関係があり、安倍は竹下の支援を受けるとも目されていた。1987年5月14日、田中派の総会で派閥の会長をしていた全副総裁の二階堂進むが突然総裁選への出馬を表明。この時二階堂は78歳の老齢であり、安武宮、ニューリーダー3人による 世代交代選挙か、と言われていたものが、様相一変。長田町全体に衝撃が走った。二階堂は病気療養中だった、田中角への指定で田中と実際に会っているところを、田中巻子に写真に撮らせ、マスコミに発表した。田中派内では、連日のように候補者一本化に向けた話し合いが持たれたが、竹下擁立派と日竹下派の溝はなかなか埋まらなかった。 同年7月4日、竹下は田中派の多くの議員を率いて、形成会を自ら旗上げし、田中派からの独立を正式に果たした。竹下は一躍、党内最大派閥の長となった。宮沢喜一は、すでに1985年に、鈴木善光から、高知会を全上されていた。三人の中では宮沢が最高齢でもあり、当然、総裁を目指さないわけにはいかなかった。 このほか、川本派会長で、前回の総裁予備選任意の川本敏夫は、自らがオーナーである、参考規制の経営破綻により、求心力を失っていたため出馬しなかった。中曽根派は、渡辺道夫が後継者として有力視されていたものの、派内を掌握しきれておらず、派として後継候補を擁立する状況になかった。同年10月2日、安倍が、総裁選出馬表明。 10月3日、宮沢が出馬表明。10月5日、竹下が出馬表明。同年10月7日、ホテル大ラで自民党最高顧問懇談会が開かれ、二階堂は福田武夫、鈴木善光両元首相から政局安定を理由に辞長を促された。かつ当時立候補に必要であった国会議員50人の推薦人が集まらなかったことから二階堂は、 国事を目前にして出馬を断念した。これにより候補が4人以上の場合に行うと規定されていた予備選が実施される可能性は消滅した。従って1回異目から当初続国会議員による投票が行われるか話し合いにより候補者が一本化され無投票となるかのいずれかに絞られたがどちらになるにせよ発言力を残したまま退任する。 現職総裁の中曽根の意向が注目されることとなった。同年10月8日、総裁選が告示される。前情によって影響力を残したい中曽根は、安武の親友関係や核服戦争の後遺症に目をつけ、安武連合による選挙の実施を阻止するため、様々な情報を出して拡乱し、総裁選挙の実施を阻んだ。参考法の中では、 議員票で劣る宮沢だけが話し合いに積極的であった。最大派閥の長である竹下が話し合いを受け入れた際には竹下支持グループの小沢一郎らが票数でまっさるのになぜ話し合いを受け入れると公戦を強行に主張した。しかし、三角大復中時代の熾烈な党内構想に平気としていた安武ぐ三人は話し合いによる後継総裁決定を模索する。 安竹ぐる三人による話し合いは10月10日から6回行われたが調整は最後までうまくいかなった。投票期限の10月19日、候補者一本化を総裁に一任するとの報告が総裁4役会議に出される。中曽根は調停役を引き受け、三人は候補自体届を提出した。自民党の歴史の中で後継指名や 最低の形を取ったことは何度かあるものの、有力候補が揃って、退任間際の総裁に、自らへの指名を期待して、最低を仰ぐという異例な事態は、中曽根の巧みさとともに、ニューリーダーの、ひ弱さを印象づけることにもなった。中曽根は、党本部の総裁室で、福田武夫、鈴木善光、二階堂進むの意見を個別に聞き、先行作業を進めた。 10月20日午前0時、中曽根は、党4役を総理官邸に呼び、選考結果を伝達した。同日午前0時25分、党本部の総裁応接室に待機する3人に対し、伊藤正義政調会長が、中曽根が書いた自民党総裁候補の指名についてという文章を読み上げた。指名されたのは竹下幹事長であった。中曽根は、 自らの延長人気中に廃案に追い込まれた新型関節税の導入と当時容体が日ごとに報道されていた昭和天皇の法御に対応できる人物であるべきことを考慮したとされる。中曽根の後継指名は極秘裏に進められ、かつ様々な円幕を張っていたために憶測が乱れ飛んだ。特に意図的にか、事前に最低分の一枚目が漏れ、そこに 国際関係が重要であるといった趣旨のことが書かれていたため、外交経験が少ない竹下ではなく、安倍、宮沢が有力なのではないかといった予想が飛び交った。時事通信は安倍総理誕生と誤報を打った。また、総裁選挙の可能性が取り沙汰されていた頃、ニュースステーションは独自の総裁選シミュレーションを行い、安倍総務会長が竹下、宮沢を抑え、 第12大自民党総裁に選出すると予測したりした。戦術の通り、公選実施による主戦論を唱えるメンバーが多かったのは安倍派も同様で最低が下された。直後の安倍派の打ち上げでは、先輩政治家たちがお通夜のように静まり返る中、遅れて料理屋に入ってきた安倍に対して、小泉純一郎はいきなり卓をダーンと叩き、だからあんた甘いんだよ。 と怒鳴りつけたという。あまりの剣幕に周囲は唖然として声もなく、安倍はただ黙って苦笑いするしかなかったと同席した平沼竹雄は10回している。最低の結果、安武ぐ三派と中曽根派、さらに竹下と良好な関係にあった川本派の主要語大派閥は主流派となり、竹下内閣は自民党政権で 初めての非主流派の閣僚がいない内閣となった。1988年6月から発覚、報道され始めたリクルート事件では、安倍晋太郎幹事長、渡辺道夫政調会長及び宮沢貴一、大倉大臣も未公開株を譲り受けていたことなどが報道されたため、彼らは全員、ポスト竹下から交代することとなった。ポスト竹下は、宇野宗介、 その次は、回復都市記となった。その回復は、中曽根裁定について、結局安倍が弱気になり、竹下に譲る形で降りたという見立てをしている。1991年5月15日、安倍はついにその気をつかむことなく病没したため、結果として、中曽根裁定が、安倍の総理総裁への道を閉ざした形となった。1991年10月27日、 ポスト回復として、宮沢は、形成会の支持を得て、自民党総裁に選出される。しかし、その形成会の内奮闘による、内閣不信任決議案可決、政権交代のため、1955年以来、連続して続いていた、自民党内閣の最後の内閣総理大臣となる。ありがとうございます。